映画が好きすぎて映画パーソナリティの伊藤悟です。さあ今回素敵なゲストをご紹介します。5月6日公開になります映画マイスモールランドから主演の嵐莉菜さん、そして奥平大健さんです。よろしくお願いします。お願いします。いやー映画デビューですよね。そうですね。どうなんですか、どんな気持ちですか。そうですね、やっぱり未だに実感がないんですけど、うん、なんかこう本当にこの作品に携われてよかったなってすごく思っています。こう主演で映画初って奥平さん経験ね、あの映画初したじゃないですか。あ、そうですね。どうだったんですか、その時。やっぱり緊張しました。いや一番最初はあんま緊張しなかったんですけど、うん、でも莉菜ちゃんも別に撮影してる時はそんな緊張してなかったまあ、割とリラックスしてたので、うん、すごい、だからね、緊張しないタイプなのかなとは思ってました。緊張はしてたんですけど、うん、本当にあのペアラさんもそうですし、うん、監督もそうですし、周りのスタッフの方々がなんかすごい優しくて、こう本当に明るい現場だったので、なんか自然となんかこう落ち着いて撮影することができたんじゃないかなって思ってます。いや私さっきお会いしたばっかりなんですけど嘘偽りなく、何ですかこのすごい陽の素敵なオーラで私の顔が微笑んでるっていうえ、なんかこうあれないですね、壁がないっていうか。本当ですか。言われません。いやでもあの、うん、フレンドリーだねって言われます。結構素敵奥平さんどう思いました。なんか一番最初もねすごい、なんか僕は年下の、うんことをお芝居するっていうの初めての経験だったので、うん、逆にどう接したいのかちょっと分かんなかったんですけど、でも莉菜ちゃんすごい明るくすごい話しかけてくれたので、だから僕はすごいそれ助かったんですよ、うん、本当に。そこからやっぱどうやって話そうっていうのをずっと考えてたので、うんうんうん、でそこでね、なんかすごい結構明るかったので僕はもう助かりました。だって2人ともこの映画のマイスモールランドのオーディションで役をゲットされてるわけですよね。そうですね。え、オーディション会場ではご一緒になった時は決まってないんです。なってないんだ。決まってからあの今日はなんか、ね、顔合わせというか場を設けてもらって、うん、それで初めましてっていう感じです。第一印象どうだったんですか。第一印象正直言うと、うん、結構髪の毛長かった。長かったね、前髪も長かったので、ちょっと暗めの方なのかなって言ってたんですけど、はい、あのなんか本当その日、うん、話してて古着の趣味が一緒で、そっからめっちゃなんかお話の幅が広がりましたね、うん、しかもだってあれですよね、クランクインする前にワークショップやってるんですもんね。あ、そうですね。監督と一緒にいろいろこうね学ぶ的な、ねね、環境を知るみたいな。どうだったんですかそれは。一個はコンビニの仕分ける。あ、そうね、やったね。あの映画のシーン の、 あの台本をやって、うん、で、なんだろう、結構なんか回数重ねるっていうよりはなんかいろんなパターン、いろんなパターンでやるみたいな。あのじゃあ1回目こういう風にあやったからちょっと違う風に、うん、例えば僕だったらちょっとじゃあ明るめでやろう暗めでやろうとかっていう風になんかちょっと緩急つけてやった覚えはありますね。あとはあのお花見って。あ、そうね。あの監督とスタッフの方と大谷さんと私でお花見行って、うん、なんか本当になんか食べたりとか、うん、本当にプライベートの話とかしたりとか、うん、なんかそういう本当にこうお芝居だけじゃなくて、うん、こう仲を深める機会もたくさんあったので、なんかすごいワークショップはすごく大事な時間だったなって思って。いやすごい、なんか私ねその1回目は何も資料を読まずに見て、はい、で2回目資料を入れてからまた見たんですそしたらあ、これって本当にみんなで一緒に作ったんだっていうのをシーンごとに見ながらやっぱり実感し始めて、ワークショップからねこうやってきっとね考えて、さらにそれぞれのね環境とか自分たちのこう考え会話の中からまだセリフとかも足されていったんですもんね。うおーと思ってだってのサッカーのエピソードのシーンあるじゃないですか、ね、日本を応援しちゃいけないって、あれだってなんかあれですよね、オーディションの時でしたっけ。あ
あ、そうですね、実際にあの私もやっぱり私は日本を応援するつもりで見てるのに、うん、友達からはどこ応援するのって聞かれたりとか、なんかそういうことを聞かれて悪気ないのは分かってるんですけど、やっぱり私って応援しちゃダメなのかなって考えたりとかを監督にお話しして使っていただいたっていう。私がそれを聞いて2度目そこで泣くっていう資料読んでから泣くってっていう、すごい。だから本当一緒に作り上げてんですもんね。そうです、だから本当に久保さんの絵のシーンも実際が好きで、ね、うん、それもあのさっき言った花見とかがなかったら、うん、多分お互いに多分監督とかもコミュニケーション全然、うん、あそこですごい取れたから、それで監督がその役に僕らもなんかこと落とし込んでくれて、だから僕らもそういうとこを演じてる時に嘘がなかったですよね。やっぱり自分のことなので、なんか本当自然に演じることができたかなと思いますね。あのスプレーアートのシーンすごい好きですみんなでね、子供たちと一緒になってすごい楽しんでる感じがあって、ね、あれもだって描いてるのは、ね、本当全部自由でやったし、自由に本当に描いちゃってるので、あのネリオン君とかもすごい、うん、めっちゃ楽しそうなやつだもんね。すごく楽しそうに絵しりとりとかやってたんですけど、映ってるかなちょっと覚えてないけど、あれなかったんじゃないかな、ね、なんかあの家のシーンで、うんうんうん、でなんかすごい洗濯物なんか乾かすやつにすごいなんか大きな木みたいな、そうそう、かいやつ描いたりとか、なんか本当あそこはなんかお芝居だけどお芝居じゃない感じがすごいしますね。ね、ほら私、ね、見てた時にその川和田監督がね、是枝監督の文福のね方じゃないですか。だからすごいやっぱり子供の役者さんを撮る時のこの意識の仕方っていうんですか、役作りさせない感じがそこに一番集約されてる気がした。あのスプレーのところとかね、みんなで一緒にいる時の、ね、なんか本当に監督はこう、うん、本当に自然に出たものを大切にしてくださった方だったので、すごくこう例えばセリフでこっちの方が言いやすいと思いますっていうと本当に変えてくださったりとか、その時の表情であこれいいって思ったらそれを使ってくださったりとか、なんか本当に演じやすかったなってすごく思います。